はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日はですね、もうなんとこのですね、ニューファンタジーランドのホームページがね、もう新しくリニューアルされたということで、今日は皆様と一緒にですね、こちら見ていきたいと思います。本当にね、いろいろね追加されたみたいですよ。すごい情報がね。はい、それでは早速見ていきましょう。もうこの辺もね、ホームページ変わってますけれどもね。はい、でここですね、4月15日水曜日にオープンということでね、もうめちゃくちゃ楽しみでございますね。はい、でまあ追加されたのはね、もう本当に全部のページなんですけれども、はい、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、まず美女と野獣エリアでございますね。はい、もう画像もねドーンと出てきます。いや、楽しみですね。もう本当できてきましたね。毎日ねパーク行ってると本当にね、徐々にねできていくのが分かりますね。はい、でエリアの中でひときわ目を引く美女と野獣の城の中で繰り広げられる大型アトラクションということで、はい、こちらですね、美女と野獣魔法の物語というものがねアトラクションでできるんですけれども、これの何がすごいのかと言いますと、パークで一番長いアトラクションですね。そう、ライド系で一番長いアトラクションになるらしいので、非常にねこれはもう楽しみだなと思いますよね。もうこんなね、もう画像だけでもね、もうめちゃくちゃ楽しみですよ、本当に。はい、であとはね、このビーストキャッスルね、もう今ねこの辺のてっぺんがね見えてるんですけれども、徐々にね下の方もねできてきましたよね。はい、ビーストキャッスルでございます。ね、まあ、一応デッサンでありますけれども、完成の画像がねもう本格的にアップされました。こんな感じになっております。はい、でちょっとね手前の方に行きますと、ガストンのね、まあ、まだ見えませんけれども、これは、ね、ガストンの水、噴水ですね。でショップとレストランがございます。はい、でこのねショップもね徐々にできてきまして、この前行ったらね柵がちょっとね取れてた場所もありましたのでね、はい、まあ、またね行ってみたら動画撮りたいと思っております。はい、でベルの父モーリスの家、はい、これがですねファストパスの発見所となっておりますね。もうこれはでもだいぶできててね、昔からね、ジョマジ TV、ディズニーチャンネルの方でもね投稿してるんですけれども、動画でね、もうすごい見えてますよね。はい、まあ、まだねこの辺はね見えないんですけれども、ほんとね半分以上はねもう柵も取れててね見える状態になっておりますので、よろしければね、あのジョマジディズニーチャンネルの動画をご覧ください。はい、で、ラ・タベヌルド・ガストンっていうのが、レストランでございますね。ガストンのレストラン、はい、で多分ですけれども、ガストンがねグリーティング系でね来るんじゃないかねと思いますよね。はい、であとねショップもございます。ラ・ベル・リブレリー、はい、ボンジュール・ギフト、リトル・タウン・トレーダーで構成されたビレッジ・ショップスがありますよということで、はい、これが中のね画像となっております。ね、もう本当にね画像がたくさんね出てねいいですよね。もう本当楽しみですよね。でちなみにね、あの上海行った時もね、ちょっと似てるねショップ実はありましたので、よろしければね上海の方のね、あの動画もぜひご覧ください。本当にねそっくりなね、あの美女と野獣の、まあ、ショップがありましたのでね、ぜひ見ていただければと思います。はい、でこれがマップになりますね。ビーストキャッスルがありまして、ここにモーリスの家があると。でここのまっすぐ行ったところにですね、橋が、でっかい橋がね立つようですけれども、ここがねまだちょっと見えないのでね、まあ、どんな感じになるのかっていうのが非常に楽しみですね。でここにもね滝があるらしいですからね、でこの辺もねめっちゃ楽しみだなと思います。はい、でここがフォレストシアターですね。でここがベイマックスのハッピーライドとなっております。でここが一応ミニーちゃんの家ですね。はい、まあ、マップで言うとこんな感じですね。はい、ということで、とりあえず追加されたのはこんな感じですかね。まあ、あとはアトラクションの詳細もこんな感じでね、もうドーンと出ておりますから、ね、まあ、詳しくは皆様で見ていただきたいところもあるんですけれども、少しねご紹介していきますと、魔法のカップに乗って映画のストーリーに沿っていくつも名シーンをめくるアトラクションですよっていう感じですね。でライドタイプで約8分間、結構長いですよね。やっぱりパーク内で一番長いって言われてるだけあってね、本当に非常にね長いなと思います。であとね何がいいのかと言いますと、こちら、はい、シングルライダー対象アトラクションということで、もうシングルライダーですよ。ね、最高ですね、もうこれは。はい、もちろんファストパスもございますのでね、意外ともう朝早く行けば乗りやすいんではないかなと思います。はい、最低ね、2人とかで行って、もういちいちでね、もうシングルライダーで乗っちゃうっていうのもね、一つの手なんではないでしょうか。で、変幻自在に動き回る魔法のカップに乗って、魔法の物語の世界へということで、まあ、ここに写真載ってますけれども、こういう感じでぐるぐる回って、いろんな場面、場所からね、見ることができるアトラクションですよということですね。
で、まあ、プーさんのハニハンのめちゃくちゃでかいバージョンだと思っていただければいいんではないでしょうか。はい。で、ストーリーなんですけれども、野獣のね、城に足を踏み入れると、魔女の強力な魔法によって王子から姿を変えられた野獣とベルの出会いのシーンより魔法の物語は始まりますよ。これは始まりですね。はい。で、バラの花びらが全て散る前に二人は真実の愛を見つけて魔法の、魔法を解くことができるのでしょうかということで。はい。まあ本当にあの、美女野獣の映画をそのまんまアトラクションにしましたよっていうものになっておりますのでね。いや、本当にこれはね、もうめちゃくちゃ楽しみでございます。もうショーもね、楽しみなんですけれども、ジョマジンの中では正直これが一番楽しみですね。もう絶対クオリティすごいと思います。オーディオアニマトロニクスにもね、注目だと思いますのでね。はい、ぜひ皆さんもこちらお楽しみに待っていていただければと思います。はい。で、続きましてですね、ファンタジーランドのフォレストシアターでございます。で、これもね、新しい画像がね、なんとドーンと公開されましたね。ミッキー、グーフィー、ドナルドがめっちゃ踊っておりますけれども、いや、これも絶対神ですからね、もう見に行かなければいけません。この写真もね、欲しいよね。もう保存しておきます、ジョマジは。はい。で、ディズニーランド初の本格的な野内シアターということでね、はい。ディズニーランド初でございますから、フォレストシアター。これめちゃくちゃ楽しみです。で、ここもね、森がだいぶできてきましたよね。もうこの辺の森がね、だいぶ、もうね、あの、外の方から見えてる状態になってます。この辺ですかね。はい。なので、もしね、ニューファンタジーランド、今行く方いましたらね、この辺ぜひ見てみてください。はい。場所はこちらになります。で、1500人が入るね、ライブのシアターとなっておりますね。はい。で、見どころ。はい。見どころでございます。いやー、これ1500人ですから。ね、めちゃくちゃでかいシアター作りましたね、それにしてもね。もうほんとビッグバンドビートをそのままディズニーランドに持ってきたという感じだと思っていただければと思いますね。はい。こんな感じです。ミッキーのマジカルミュージックワールド。はい。こちらがね、上映されるものになっております。これは神ですよ。ね、ピーターパンとかね、あとはアリエル系とか、ラプンツェルもいますね。シンデレラ、ジャスミンもいますよ。いや、これは絶対ね、神になるのは間違いないと思いますので、本当にこれも楽しみですよね。はい。ディズニー音楽の音楽の、とともにですね、映画の音楽とともにバリエーション豊かなシーンを映像とライブパフォーマンスや舞台装置によってダイナミックに展開しますよと。はい。で、25分間、1日5回から9回。9回 ?9 回ってすごいね。ねえ。びっくりしました。今9回って見て。すごいやりますね。25分間なのにね。いや、非常に楽しみですよね。はい。ちょっとストーリーは長いので端折りたいと思いますけれども、はい、もうとにかく、もうこの音楽、そして映像、ライブパフォーマンス、このね、3つがね、取り揃わったですね、もうめちゃくちゃ素晴らしいショーになると思います。もう絶対皆さん、見ましょうね。もう楽しみでしょうがないです。はい。それではね、そのまま、お次、はい、こちら、ジョマジュが大好きなミニーちゃん、はい、ミニーのね、スタイルスタジオも新しい写真がオープンね、こうやって公開されましたよ。かわいいねー。かわいすぎでしょこれ、ね、でおそらくねこういうのがねロゴになると思うんですけれどもね、はい、ミニーマウスの初のねグリーティングの施設となっております。初っていうか、まあ、東京ディズニーランド初ね、はい、でトゥーンタウンにあるスタジオで、あ、季節ごとに異なるおしゃれなコスチューム、あ、ここもやっぱりジョマジの予想通りでしたね、うん、多分季節ごとに変わるんじゃないかなと思ってました。あの前回のね、あの写真がねスイカっぽい写真でしたから、コスチュームがね、だから多分季節ごとに変わるんじゃないかなと思ってたんですけれども、やっぱりそのようですね。はい。完璧です。で、場所となりますと、ここですね。はい、地図。で、この前、ジョマジね、ここの、もう実際の写真、皆様にね、あの、投稿してお見せしましたので、ぜひね、こちら施設の写真ご覧くださいね。もうすごいね、見えてましたからね。はい、ぜひぜひご覧ください。先週ぐらいにね、投稿してますからね。はい。で、見どころ。ファッションデザイナーとして活躍するミニーマウスがお迎えしますよ。はい。で、こんな感じですね。これはね、ちょっとね、今、あった緑色のね、施設とはだいぶ違うんですよね。うん、これは一番最初のね、デッサンなんですけども、赤かったんですよね。はい。だけど実際にはですね、今、この前投稿した通りなんですが、こういうね、緑色の施設となっておりますから、この写真はね、もうだいぶ違いますね。赤じゃなくて、まず緑。で、あとここのロゴも全然違いましたよね。ミニーちゃんのリボンがありましたので、はい、本当に最初のデッサンとは違うなっていう動画、投稿しましたからね、ぜひご覧ください。はい。で、ロビーやオフィス、ワークルームっていうのがね、この中にね、施設の中にあるらしいです。はい。これもね、非常に可愛いと思いますからね、楽しみですよね。で、スタジオではその季節にぴったりのおしゃれなコスチュームを着たミニーマウスと写真を撮れますよ、と
ということで、いやー素晴らしい。はい、もう非常に楽しみですね。はい、でコスチュームは全部で4種類となっているそうです。で季節ごとですからね、春夏秋冬の4種類ですね。はい、ミニーマウスらしい華やかなコスチュームで皆様をお迎えいたしますよということです。はい、あとディズニースナップフォトもね公開されました。こんな感じですね。はい、でフォトグラファーが無料でこれがねなんともらえるということで、はい、でさらに有料のディズニースナップフォトもありますよってことですね。はい、いいですね。ね、めちゃくちゃ楽しみですよね。で、まあ、混み具合によっては整理券を配布する場合もあります。ということで、はい、気をつけてください。もう始まった直後はもう間違いなく激混みですからね。もう整理券は間違いないかと思われます。はい。それではそのままですね、こちらベイマックス、ハッピーライド行きましょう。ジョマジがね、投稿してますけれども、カーズランドとか、あとは上海のですね、トイストーリー、ランドですね。トイストーリーランドのところにあったアトラクションとほぼ一緒だと思います。はい。ベイマックスが先頭についてて、もう遠心力でブーンってね、グランって回るようなアトラクションですね。まあ、ぜひ上海とかね、カリフォルニアの映像をご覧ください。もう全く同じ、ね、構造ですからね。いや、でも結構怖そうなんですよね。もうほんと遠心力でね、グランって回るようなね、イメージだと思っていただければと思うので、まあ、本当にね、まあ、動画見ていただくとわかるんですけれどもね。結構怖いんじゃないかなっていう。で、トゥモローランドに登場するハラハラドキドキの予想不能な動きで最高にハッピーな気分になれる回転型のライドアトラクションですよっていうことで、まあ酔いやすい方はちょっと気をつけた方がいいんじゃないでしょうかね。はい、まあじょまじょまそうですけど。はい。で、マップとしてはね、ここになります。はい。ね、スペースマウンテンがありまして、そこを横に行くとね、もうすぐニューファンタジーランドの入り口になるんですけれども、その横にね、ございます。これはすぐね、わかると思うんですけれどもね。はい。で、ライドタイプは約1分半でございます。で、一応身長制限がありまして、80センチ以上の方がご利用できますよ。はい。で、ここも重要ですね。ファストパスが対象ということで、ファストパスがあるっていうのは本当にね、大事なところだと思います。はい。ということで、こちらがね、ハッピーライドの新しい映像じゃないや、詳細でございましたね。はい。それでは、さらにですね、公開されたのがございます。こちらですね。グッズ。はい、なんとグッズがですね一部公開されましたので、こちらもですね見ていきたいと思います。はい、こちらがねグッズなんですよね。ビジュアルゾーンのねグッズとなります。はい、こういう華やかなねバラのグッズとかもありますし、あ、これ横ちょっとこうか、こういけばいいのか。はい、これはフォレストシアターですかね。フォレストシアターのぬいぐるみです。はい、でこれカチューシャですね。ミニのスタイルスタジオの、カチューシャとか、ヌイバとかになりますかね。はい、あとぬいぐるみですかね。はい、でこれが、オープン記念のグッズなので、これも絶対欲しいですね。もう激レアだと思いますよ。もう1年経った後でももう激レアなグッズになると思いますから、これはもう 100% 手に入れたいところですね。もう4つの施設のオープンを記念したグッズですから、もう最高ですね。これ 100% 手に入れたいです。はい、でショップは先ほど言いましたけれども、ビレッジショップスというのが、ね、ここにございますよと。はい、であとは、異なる3つのショップということで、まあ、これもさっき言ったんでね、はい、まあ、はしょっちゃいますけれども、3つのショップが連なってますよ。はい、であとは、ワゴン系のショップ、トゥモローランドにできるそうですね。スターゲイザーサプライという、ね、ところ、あ、ここにちっちゃくありますね、マップにね。はい、ここにございますけれども、何が売られるのかちょっとわからなそうですね。屋根に大きな望遠鏡が特徴的なワゴン型のショップです。ここにちっちゃくね、望遠鏡ありますね、確かに、ね。まあおそらく、まあトゥモローランド系のね、グッズが売られるんじゃないでしょうかね。ということで、はい。グッズがね、今回、こちら、新しくですね、登場しましたので、非常に楽しみだなと思います。いやー、もう全部買っちゃいたいよね、本当にね。はい。で、あとね、さらに、こちらですね、さらに下行きますとですね、メニュー、そしてレストラン、はい、の、こちらが、はい、発表されました。で、これはね、新しくできる、ポップコーン専用のね、ショップがあるんですけれども、そのショップで買える、ポップコーンたちも少しね、こうやって登場しましたので、ビッグポップって書いてありますけれども、はい、もういろんなね、ポップコーンがね、買えるらしいですから、楽しみですよね。はい、ということでね、このね、ちょっとだけね、メニューが、発表されましたから見ていきたいと思います。はい。で、これがね、ラ・タベヌルド・ガストンのメニューですね。こういうパン系とかがちょっと多いんですかね。あとは、これは、
ゼリーですかね、ちょっとお酒の感じのゼリーですね、これは。はい、こういうものが出てますね。はい、骨付きソーセージ入りのクロワッサンだそうです、これが、ね。いいですね。で、ガストンが大好きなビールをイメージしたソフトドリンクだそうですね。なるほど。これは楽しみですね。はい、チュロスもどうやらあるみたいです。はい、パーク初登場、アップルキャラメル味のチュロスが楽しめますだって。素晴らしい。はい、でパーク初のクッキークリームをはじめとした3種類のフレーバーとポップコーンバケットを自由に組み合わせて購入ができますよ。はい、ビッグポップっていう、その先ほど言ったポップコーン専門のですねショップとなりますから、はい、そこでねもういろいろねもう組み合わせて食べれるらしいです、ポップコーン。これも非常に楽しみだなと思います。はい、ちょっと詳しく見ていきましょうかね、せっかくですからね。はい、こちらガストンです。ビッグバイトクロワッサン1140円セットがね、で単品が750円、フレンチトーストサンドめっちゃ美味しそうだな、これ中にチーズみたいのが入ってますけれども、セットが1140円、単品は750円。はい、パイですね、ビーフシチュー味のパイ、ハンターズパイだそうです。はい、セットは1140円、単品750円。でスイートガストン1個450円、ゼリーですね。はい、でベリーチアーズということで、先ほどの言ったですね、まあ、フリードリンクですね、1杯450円です。お酒のようなフリードリンクということで、まあ、お子様も飲めますよというやつですね。でレストラン、はい、こちらがガストンでございます。はい、こういうメニューが登場しますよってことですね。はい、でこれがチュロスですね、アップル味のチュロス。はい、ガストンの横に位置するカウンターサービスのスナック店で、こちら楽しめるということです。こちら、はい、ル・フーズですね、ルフーの家ですね。家じゃないや、ワゴンですね。はい、であとはポップコーンワゴン、ル・ポティ・ポッパーで、ベルの住む村にある小さなポップコーン屋と名付けられたこのワゴンで、ポップコーンがね食べられますよということです。はい、あとこちらがビッグポップですね、先ほど言いましたが、はい、ビッグポップ、はい、専門店です、ポップコーンの。はい、こちらの中はこんな感じとなっております。でここではですね、フレーバーとポップコーンバケットを自由に組み合わせて購入することができますよということです。こんな感じですね。はい、 OK、 自由に組み合わせようということで、こういうね、いやーこれも行きたいよね、本当に楽しみです、もう全てが楽しみ。はい、でちゃんとね味ももう公開されておりますけれども、こういうストロベリーミルクとかキャラメルチーズとかクリーム、クッキーとかね、クッキークリームとか、こういうフレーバーが登場します。で、レギュラーボックスが500円でございまして、でさらに、ラベルポップコーンバケットは3種類ありますよということですね。まあ、2400円でございます。はい、でマップで言うとここですね。はい、ハッピーライドのまとなりでございます。いや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 、もう全てが神、本当に非常に楽しみでございますね。いやいや本当に最高。はい、キャラメル&チーズポップコーン500円、レギュラーボックスがね、ストロベリーミルクポップコーン500円、はい、クッキークリームポップコーン500円ということで、はい、プラス、なんだっけ、バケットですね、バケットを組み合わせましょうということです。はい、ということで、今回ですね登場しました、新しいですね情報がこれが全てですね。はい、まあ一応ねあとねこういうリゾラのねチケットも発売されるらしいので、これも絶対に集めた方がいいと思います。ジョマジ全種類、ほぼ全種類集めてますけれども、絶対買いたいと思います。絶対ねこれレアになりますから、ね、めちゃくちゃレアですよ、うん、ニューオープンのね、ニュー施設がオープンのリゾラのチケットですから、もう絶対買ってみましょうね皆さんね。はい、まあこれは今もやってますけど、あとフォーエバーワンマンズドリーム2のキャンペーンとかね、はい、そういうことでございました。はい、ということで今日はですねこちらニューファンタジーランド4月15日からオープンということで、ホームページとかね、もう実際の施設もだいぶ出来上がってきましたので、今日はね皆様に新しくなったホームページ、皆様にねご紹介させていただきました。いやめちゃくちゃ楽しみです。ジョマジョももちろんねもう行きたいと思っておりますので、楽しみにしておきましょう。あとたった4ヶ月ですからね。はい、でいろいろねあの施設出来上がってきましたら、ジョマジョもねあの動画撮り行きますので、そちらもお楽しみ待っていてください。それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。ではジョマジョでした、ありがとうございました、バイバイ。